はい、ではパート26やっていきましょう。なんとかね、ソシャルナイトとペガサスナイトとドラゴンナイトの猛攻をしのいだので、あとはこのマップを外側ね、迂回しつつ、こいつとこの勇者をとりあえず倒しましょう。はい、バストいらっしゃい。そう思っていた時期もありました。3個目さんいらっしゃい。まだ何か援軍が来たりするんかな。あとの問題はあの勇者かなと思ってるんだけどな。なるべくこのスナイパーだけは相手にしたくないな。そしてミネルヴァさんはストーカーとしてくるね。動画よりも先に行っても仕方ないしな。あれ、あいつもしかして勝手に助けに行く？なわけないか、たまたまか。さあ、ミネルヴァはどこに動くの？ああ、こっち一応追っかけてくるのね。で、民家と、砦で店か。ストーカーにしか見えん、わら。だねえ。マリアを抜き殺せば恐れをなして仲間になるかも。ごこめさんいらっしゃい。
かなり物騒な提案ですな。逆上して襲ってきそうな気もするけど。そもそも状況か。ああ、特にあれがマリアが死んだからといって全滅になったりとかはないのね。結構ね、スパロボとかだと用心系が死ぬとゲームオーバーだったりするけどね。こいつは攻撃してこないから。さあ、何を売ってますか？ああ、前のところと変わんないか。うほ。はい、6個目さんいらっしゃい。特に、買うものはないか。こっちは道具屋か。とりあえず予備あるし、大丈夫か。そう、ほう。サンダーソード、それを手にする者。イカズチを発し、熱き鎧をも打ち砕くという。左に回る人初めて見たんこ。おお、マジか。そんなに珍しいのか。あ、これやろうと思えばと思ったけど、射程足んねえや。スナイパーかわいそう。スナイパーは避けますよ。代わりに勇者を相手する予定なので。山越えは時々見るけどな。山越えって、こっち？この崖登れるの？そっち。マジで？え、シーダイが行けるの？ソシアルナイトならいけるんか、もしかして。ユニットによれば登れる。ああ、そうなのね。でもそっちはそっちでな、ペガサスとかがいっぱい、たむろしてるからな。特定のユニットなら登れるね。これリセットコースじゃん。マジで？リセットコースなの？それは困るなぁ。それはかなり困るんだが。ここまでやってーっていう。俺の初プレイ攻略ルートは山越えだった。ああ、そうなんだ。そっちは行くつもりがなかったな。ただ行けないと思ってたな。この世界には偉大なる三人の司祭がいる。大司教ミロア、闇の魔王ガーネフ、そして伝説の大賢者ガトウ。しかし、ミロア亡き今、ガーネフを倒せる者はおらん。そして俺。あれ？ガトウどうした？ガトウはどうなってんの？そして俺。
打倒打倒。私は帰ってきたって言いそうね。打倒、ソロモンよ。私は再び帰ってきた。そっちが浮かぶよね、やっぱりね。さあ、そろそろ考えて移動しないとな。考えて移動しないとな。別のもんだとガトーショコラ。まあ、ガトーといえばそっちだよね。そう、ガトーって聞いたらガトーショコラか、ガンダムのガトーだよね。こいつほんと半端ねえな。そして、気にしなかったけど、魔法も、3あるのね。何気に。弱い弱い。まあ、とりあえず遠隔で削って削って削って、魔法で、やる感じだな。動画でよね。動画でいけってか。あ、マキラ持ってんのに。上級ユニットは割と魔法さんある。上級ユニットは魔法あるものと考えとかないと。ああ、そうなのね。そういうものなのね。ああ、確かに。でもあれだよね、ドラゴンはないよね。ペガサスにはあるけど。ドラゴンないよね。パラディンは6。マジか。そう、ペガサスナイトは魔法6あるんで、これが初期値なのかはわかんないけど。シーダだからなのか、わからないか。竜は強すぎるんでハンデです。ああ、そうなのね。今んとこ、ね、攻撃を食らったことはないか。そうなんか。こいつ移動力が結構あるからな、ちょっと辛いな。誰かで一発耐えないと、攻撃できない。そして高速が10あるから、下手なやつがいる。ほじほじ。ドラゴンナイトは移動、攻撃、守備が高い代わりに弓と魔法に弱い。あー。遠隔以外には万能って感じか。さーて、誰で一撃を耐えさせるかだな。幸運低いからこいつ出したくねえな。そういう意味ではペガサスナイトより弱点が増えてる。あー、でもペガサスナイトは攻撃守備はそこまで優れてないんじゃなかったのか。必殺順だしな。必殺受けるかどうかもう運だな。魔法にも弱いから使いづらいんだよな。なるほどね。さあ、誰でも彼でもペガサスナイトをドラゴンナイトにするのも考えものって感じか。さあて、どうしようかな。どうしようかな。最初前、せやな。せやな。価値は、たちのことだよね、きっと。他のやつの名前忘れたけど。どうしよっかな、どうしようかな、誰を出す。下手に遅いやつ出すと、あ、困った。私にお任せを。ハーディンが殴ってほしそう。ハーディン？あ、確かにこいつ一撃しか食らわないけど、その一撃で死んじゃうよ。どうしようかなぁ。困ったね。誰か生贄を出すしかないか。
もっとな、ワープをいっぱい使えれれば。まあ素早いキャラがいいんじゃない？血統、血が強すぎて増えた。これ強いの？確かにね、速さがめっちゃ上がってるけど、力も結構高いんか。逆にアフェルさんがね、育たなかったんだよなぁ、あまり。割と力上がったね。そう、なんかね、運よく上がってた。シーダで余裕すぎる。シーダで余裕な。シーダは偏るんだよな。ああ、そうなんか。てかね、シーダは、高速がないから、確実に2回攻撃食らっちゃうんだけど。15でしょ。シーマ様。ああ。シーマ様もガンダムだね。ああ。手槍なんて持ってやそりゃ。あれ今手槍持ってんのか。あ、そっかそっか。そういえばなんでこいつ手槍持ったままなんだ。アベルは最終的に育ってくるよ。今は我慢。おう。アベルとカインは多分その人育つんかなとは思ってるけど。手槍は重さ20やから。だったねー。そしたらこいつだと、なんとか。シーダでなんとか耐えてもらうしかないかな。鉄の槍ならこっちが2回攻撃できるね。耐えるってレベルじゃないんだけど、アベルの方が重要。カインの型が育つと思うけど。あ、そうなんだ。あ、とりあえずシーダで耐えてもらおう。で、マルスを援護で置いとこう。そうしよう。だからそれしかもう浮かばないんだ。そうか。アーマーキラー持ってるのはちょっと失念だったな。僕らうだけっしょ。会心じゃなきゃね。会心じゃなきゃね。はい、46個目さんいらっしゃい。会心がとにかく怖い。総裁できるんかな。 17どう？シーダは育てないときついからな。必殺って防げるんやで。防げるの？幸運17で打ち消せる、もしかして。バコフキン。はい。小手さんありがとうございます。バコフキンさんですね。いらっしゃい。やっと、ハーディンにしよう。ハーディンやめたから。ダメだよ、あいつ、こいつ、下手したら死ぬ覚悟をしなきゃダメだ。必殺は対抗の値だったと思う。そうだよね、確かね。幸運プラス何かで必殺が出るんだよ、多分ね。親子。おー、伊藤さんいらっしゃい、こんばんは。あ、とりあえず次のターンだ。おっと、お前はなぜそっちの。動画にしよう、矢印、やむちゃしやがって。幸運は意外に重要な値。重要だね、このゲーム。1% でもあると怖いもんね。うちの唯一の殉職者のリカードさんは 5% だか 3% のクリティカルを食らって殉職したからな。5% なんて怖すぎ。笑。怖いね。リカード？誰ですかね？誰ですかね？7。
あ、でもあれだな、ここに呼んじゃうと攻撃できるやつが少なくなるから、上側に移動しなきゃいけないのか、これもしかして。上側に誘導増えた。5% の確率ってどれくらいだと思ってる？5倍以上ある気がする。実際の当たる確率は。5倍近くか。4倍とかあるんじゃねえかな。後半はこなっちわーん。はい、バッサンいらっしゃい。上側なぁ。でも上側なんか怖いんだよなぁ。なんだ。ここにしか行けないよなぁ。ここまで、ここに行かせないと、あいつが来ないなぁ。他のやつを移動させるのは怖いなぁ。プロ野球選手で年に30本ホームラン打つ人のホームラン確率くらいだよ。年に30本が多いのか少ないのかがわからん。多いよ。多いのか。野球とかってか、スポーツ観戦をね、全くしないのでね、そもそもテレビをまずほとんど見ないから。あらー、マジか、グルニャヒ現れたぞ。なんかいっぱい来た。え、マジであいつって あいつらって山越えしてくるの？してこないよね、多分。回ってきてくれるよ。南ジェーミンじゃなかったの？南ジェーミンってなんだ？聞き覚えはあるけど。30本打てばホームランバッターとしては一流。おー、そうなんだ。まあそうだよね。一試合に何回打席に立てるかっていうのを考えると多いよね。あいつ突っ込んできてくれねえかな、この位置で。二人で倒せるかな。増援や。増援来たよ。こいつ、シーダ用に補佐に置くでしょ？で、こいつらがぐるっと回ってくるまでに、勇者倒して、扉開けて、こいつ助けて、で、こいつ倒してな。無理か。それはさすがに間に合わねえな。とりあえずこいつらは下置いとこうか。ここの増援ってこんなに遅かったかな。もうちょい早いイメージだけど。ああ、そうなのか。あれ、ターンで決まってる？もしかして。
15ターン目とかな。多分この中を攻略してたらもっと早かったりするんかな。なんかマリア助けた段階で出てきそうな気もするし。味方の増援ないの？味方の増援は残念ながらなさそうですね。あるとするとね、このミネルヴァっていうドラゴンナイトと、ここに捕まってるマリアっていうシスターが仲間になる可能性が。かっこいい。わらわら。スパロボじゃねえか。ブルンガストでもか。ブルンガストってなんだ。こいつどうしよう、どこに置いとこう。とりあえずこの辺でいいか。はよミネルヴァ倒して、マリアを助けないと。ミネルヴァ仲間にしたいじゃないか。また逃げた。なんかね、下手にね、あのボスのとこ行くとね、なんか、ミネルヴァが、造反したなって言って、マリアを狙えってなりそうで怖いんだよな。あれかな、スナイパー相手にした方がよかったかな。とりあえずシーラここだろう。さあ、どうなるかな。あ、何マス？何マスまで OK だったっけ？突っ込んだ方が良かったかな？突っ込んで、あ、そうか。突っ込めばよかったな。そうか。考えてなかったよ。迎え撃つことしか考えてなかった。ああ、もったいねえ。もったいねえ。狙いで隣接して待機ですね。そうだね。それがベストだったね。もう遅いよ、もう遅いよ。あれ、これ効果って5マスまで OK してたっけ？あの勇者に誰かがやられるのが見どころなのにな。支援効果って5マスだっけ？ 3 マスだっけ？3か。ここじゃダメだな。あれ？こいつ崖登れんの？あ、こいつ崖登れるじゃん。マジか。お、それなら3人で。三人で攻撃できるはず。ああ、そしたら次枠行きますかね。ずるいね。ずるかったね。ハンター優秀だな。さあ、次枠で、一体勇者との攻防がどうなるか。ぜひね、見に来てくださいな。